それで引き続き北欧の生地、布をご紹介いたします。こちらはフィンランドの生地で丸めっこですね、はい、はい。皆様から見て絵がわかるでしょうかね。これあの色はすごい渋い、なんかなんていうの、はい、あの、うん、ブドウのような深い、はい、グレープ、ダークグレープみたいな感じですね、はい、なんだけどもお花は可愛い、優しさ感じますね。なんか大人かわいい感じの生地で、はい、これどなたでしたっけ。そうそう、これはですね、石本さんです。うわ渋いな、石本藤雄さんですね。いいですね。初めてです、ね、これはお部屋に飾ってインテリアもいいですね。いいですよ。あと長さ的にベッドカバーも可能でしょうか。可能です ね、 ね、うわ、テーブルクロスちょっと贅沢だな。いやでも素敵素敵。お花というよりは何でしょうか、ね、ルスカのカップ&ソースあります。あ、いいですね。それは私に出してっていうことですよね。どうですか、ルスカ。いいですね。こういうキビのキャンドルホルダーで、はい、素敵ですね。なんか冬っていいなみたいな感じですね、はい、これクリスティ・ナイストの作品ですね、はい。名前が、名前こっち、意味はですね、冬のベリーという。おー、ぴったりですね。もう本当にね、バックグラウンドはこう赤で、うん、グレーの入ったグリーンでしょうか、うん、この葉っぱは、はい、そして実がゴールドなんです。なかなかないですね。ないですよ。素敵ですね、これもね。なんか これっぽいのは見たことあるけれども、うん、これではないんですよね、うん、素敵です。冬のベリー、はい、いいですね。ちょっとこれから何十年にもわたって一枚をお家に欲しいわっていう感じの感じですね。もちろんクリスマスもいいですし、冬の間ね、うん、なんかこういうものってなんかこう、うん、心が温まりますよね。温まりますね。ね、はい、こちらもフィンランドで見つけたマリメッコの生地ですね、うん、はい、クリスティーナ・イソラのデザインになります、はい、あの植物なんですけど、はい、西洋七カマド、うんうんうん、っていう名前の植物なんですね、はいはい。で七カマドっていうとこう北海道なんか緯度の高い地域ではその最初にね葉っぱが色づいてこう秋の訪れを感じて、そこに赤い実をつけて、うん、そこに雪が積もる冬の訪れっていう感じでね、やっぱこう秋から冬にかけてお楽しみいただける植物を描いた、はい、西洋七カマド、ね、いいですね。渋い感じが、はい、ちょっと大人の雰囲気で、あ、いいです。なんかカラーもクリスマスカラーっぽいですよね。そうですね、クリスマスにもお使いいただけるし、はい、日常使いもお使いいただけるような、はい、ちょっと控えめな色でね。色ですね、うんうん、はい、こちらクッカケドですね、はい、4枚ございます。それぞれ倍の長さだったものをカフェカーテンかなんか使って、はい、それをお求めやすく半分にカットさせました。ちょっとこう小窓とか棚にの目隠しに使ったりとか、いいちょっと加工して、はい、テーブルのセンターお花畑という意味の石本藤雄さんの作品ですね、はい、私頭の中がお花畑、お花畑ですね。でね、裏見るとね、やっぱちょっとやっぱこう日が当たる部分なんでこう、うん、ちょっと経年感はあるんですけど、表の方はね、はい、あんまプリントのこう薄さはないんですよ全然ね、うん、はい、解体して小物製作なんかもね、いいですね。ブラウン、ちょっと明るめのブラウンですね、はい、4枚ございます。こちらはフィンランドで見つけたスウェーデンの生地ですね、はい、はい、かわいいですね。かわいい、小鳥とかハートオーナメントの形の下、ね、とテーブルセンターですね、はい、これがねオーナメントなんです。北欧でいう、あ、なるほどね、はいはい、テーブルセンターにいいですね。いいですね。どうですか。ちょっとかわいい、ね、こ
こういう可愛いのもいいですよね。こういうものをこうスウェーデンで出会うと嬉しいですよね。嬉しいです。なかなか日本ではちょっと売ってないもう定番のクロス、はい、いいですね、はい、こちらは石本富士夫さんのリンピですね、はいはい、お互い、同じリンピを持っていますが、うん、サイズが違うんですね。こちらのサイズ2枚、こちらのサイズが2枚、はい、あともう1枚どちらのサイズでもないの1枚、はい、計5枚、はい、そうですね。ちょうどねこの時期こういった色の、ね、小物製作にぴったりかなと思って、はい、おります。でそれぞれ柄のね配分が違います。で、あの後ろから見るとね、なんかやっぱこう薄い染みが見えるんですよ。ただ表から見ると色が濃いんでね、あんまりね、あんまりほとんどちょっとどこがあって分かんないものなんですね。小物、うん、製作する分にはいいのかなみたいなね、はい、センターでちょっとね、いいですね、渋いです。敷物にするとかね、何か。やっぱ布一枚あって温かみあっていいですね、うん、いいです ね、 ね、はい、そんな感じでございます、はい、こちらはマニベッコのムイヤですね。ピンクにネイビーのドットのカラーです、はい、未使用になります。小物製作いいですね。これはやっぱこうちょっと敷物としてね、ちょっとティータイム楽しむとき、ちょっとそういうだけでもね、うん、とこうほこりよけにこうかけたり、いろんなお使い方ができます。ピンクッションを作ったりいいです ね、 ね、 ね、これが寒くなるとね、はい、お部屋の中でいろいろと小物製作楽しくなりますね、うんうん、ミヤはいいですね、はい、これもいいかな、ありですね、ありですね、嬉、ね、しそう、はい、以上ですね、はいはい、なんかすごくいい、まあ、どれもいいですけどね、今までこう仕入れてなかったね生地が入ってきたり、なんか楽しいです ね、 ね、はい、急にね12月になって、で最初のうちにねもう早いもの12月とお話しましたけれども、はいはい、12月になって急にねこう冷え込みましたね。それも12月の上旬っていうんではなく、もう中旬とかね、こうちょっと季節が進んじゃったかなっていう感じになってますが、皆さんね本当体調にはね気をつけてください。これからですからね、今ここで無理しちゃうと、楽しみにしてたね、クリスマス、年末年始がね、台無しになっちゃいますからね。まあ人によっては多少無理した方がいい人も、時も、場合もございますね。ですね。楽しいですね。はい。何がありますか？とにかく本当体調管理。そうですね、今までになくこう寒暖差が激しくて体が疲れてる中で迎える暮れですから、はい、とにかく体調管理には気をつけて。そうですね、まあ、ちょっと疲れすぎぐらいやった方がいい人もいますけどね。美味しいものを食べてしっかりと寝てね、はい、それはしっかりやってる方もいらっしゃればね、いろいろですね。でも本当真面目にね、あの雑用係さんが倒れても私が倒れてもちょっと大変なんです。回らなくなっちゃうんです。よくこう十何年間ね、本当にこう何もなくとりあえず続けてこれたなってことは皆様に感謝です ね、 ね、なんかこう、はい、応援してくださる方がいらっしゃるから、なんかこう頑張ってくれたかなみたいな。そうなんですね。ちょっとお礼が後になってしまいましたがね、うん、先週のセールの方も本当多くの方に来ていただいてありがとうございました、うん、本当に感謝ですね。感謝です。あの引き続きね、頑張っていきたいと思いますので、セルの方もねまだ継続中ですので、はい、あのあこんな小物気になってたなっていうのがあればね、あのお時間のある時に、ね、ネットサーフィン程度で結構ですので見ていただけたらと思います。はい、あとはクリスマスですね。美味しいもの、はいはい、あのもう店長の私の頭の中には献立しか頭にないですから。さっきなんかどっかに電話してましたね。あ、そうでした。なんか予約お願いします。何の予約してたんですか？ピアスの予約。もう壁に耳あり、障子に耳あり。一番小さいサイズとか言ってませんでした？あ、そうですか。大手取りは何時頃？ちょっとイニシャル入れてもらうのに。あ、違う。ちょっとさ、丸いやつかな。
悪いやつ予約してた。はい、お楽しみに。はい、ということで、あの12月もね、頑張っていきたいと思います。はい、とにかく早くね、年賀状も用意したりとかいろいろとしなきゃいけないので。あ、もう年賀状だけは買っておきました。買うだけはね、買うだけは。なのでね、本当あっという間の時間だと思いますので、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。はい、はい、ということで、今週もどうぞよろしくお願いいたします。